こんにちは。こんにちは。ということで、自粛明け初めてのよったかさんとのメドレーをやっていきたいと思います。ということで、ね、すごい遠近法みたいな感じになって、こうやってなんかちょっと面白いような状況ですけどねこのご時世なので、できる限りの予防ということで、これぐらいのね、距離感を空けてノータッチで、メドレーの方をやっていこうと思います。社会的距離感ってやつですね。社会的距離感なんだっけ。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスメドレーっていう形で、やっていきたいと思います。遠いな。遠い遠いはい、それでは今日はやっていきましょう。危ない危ない危ない。ゴリグメドレーです。はい、それではお願いします。よしよしよし。順番は高校設定してないからジャンスタで最初グーじゃんけん。はい、先行いただきます。少々少々外投げやばい。500年ぶりの外投げ。ああやってるカメラメドレー500年ぶり。カメラメドレー500年ぶり緊張しちゃう。緊張する。うまい。500年ぶりの気持ちいいですね。あー、家に戻りたいかも。ちょっと、マジか。自分のこの感じいいですね。あれマジかよ。昔の格ゲーの声みたいな。いやマジで。それはでかいって。マジで。よし、お願いします。
しい自由だな。おいしいです。
戦後とか。私の勝ちでした。約2ヶ月ぶりにメドレーをした結果ですね。はい、とれるのは楽しいですね。楽しいですね。実際にやっぱね、僕は自粛期間中に自分を育てたんですけど、よったかさんはですね、子育てしてましたね。すごい成長が早いんだ。成長が、子供の成長が早いということで、3ヶ月ぶりだね。もうそんなっちゃうね。3ヶ月ぶりに、メドレーしてみた結果、私の、まあ、圧勝ではなかったですね。ギリギリ圧勝じゃなかった。いやでも全然結構厳しいなって感はありましたね。ワンチャン来ないなみたいな。
いやでもなんかもうなんかねちょっとねピヨルね、うん、1レグ目とかねハット2連続決められた瞬間にマジかよと思ったということで今後もこんな形で動画投稿続けていきますので何卒よろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日の動画は髪の毛もということで、本日の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございます。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。